大事なのは自転車の人と目が合うから曲がった先がどうなっておくのか見とく。目視できるようになってから左のミラーにいっぱい見えてる。真横に車がね並ばないようにしてください。こんにちは皆さん、目線っていうことをテーマにね、皆さんにこのビデオを見て、何か感じ取ってもらいたいなと思っております。チャンネル登録お願いいたします。さあ路地に入ってきましたね。ほらほらほら、もうシミュレーターみたいにいろんな障害物が。まずこういうところで真ん中走りたくなるんですが、対向車ももちろんいるということで、でこのバイクで、おばあちゃんに気をつけの、おばあちゃん譲ってくれてるんだったら挨拶しながら行きましょう。でこういう車の向こう側、ここ見ますね。はい、今ハザード出してる車の向こう側、これを見ます。ミラー見ます。右のミラー見ました。で横断歩道、ここ確認します。今無意識のうちに左側の道見ましたね。車が、人が出てこないかどうか。はい、で、左側に今寄るときに左のミラー見ました。はい、スピード落としましょう。もう生かしちゃう生かしちゃう生かしちゃう。はい、どうぞ。さあ自転車の人、自転車の人ね、大事なのは自転車の人と目が合うか。いろいろキョロキョロするの疲れますけれども、最初のうちは疲れてても、慣れてくると自然にやるようになります。なんでそこまで意識をつけて、ですごく大事にやりましょう。ここの道に出るとこですね。もちろん止まれて一回止まります。一回、日本では一回止まるんですけど、これだと出らんないんですよ。だって停止線に合わせちゃうと、この辺ところでも止まんないといけないです。でそろそろそろっと出て、で目視できるようになってから合流して、いきなり右の方には行かない。はい、で今右のミラー見てます。右の方から車が来るので、右のミラー見てます。信号を見ました、信号を見ました。そして大事なのは歩道の信号を見ること。歩道の信号が青です。だからまだ行って大丈夫。あそこが点滅したり赤になってたら、止まるかもしれないっていう、準備をしとく。そこにつなぎます。はい、右のミラー見てます。真後ろも見ました。はい、点滅してますね。でも今大丈夫。いろいろキョロキョロ見ないとね、いけないですよこれ。だからこう見切りのいい車はいいんですよね。西沢の車はルークスって言って軽自動車ですけれども、見切りがいいのはもちろんですが、音が静かなんで疲労も少なくていいですね。はい、この車入ってくるかもしれない。気をつけておきます、気をつけておきます。でこの信号でね、前の車のどこを見ておくかって言ったら、前の車のウィンドウ越しに前の車見たりするんですよ。そうするとその先でブレーキかけたり、なんか滞ってたり、そうするとこっちがアクセル踏んでたら止まれないぞっていうことがわかるわけですね。ほら左側に車止まってるじゃないですか。そこで右側にちょっと孕まないといけないということも考えて、車と車の間、ここの隙間というところに車を入れておく。真横に車がね並ばないようにしてください。そうすると逃げる場所もなくなっちゃうから、だから必ず、交互に車が縦に並ぶように、そんなイメージで、車と車の間に一度。今左見ましたね。左どうして見たかっていうと、バイクが来たりなんかすると嫌だからです。バイクとか自転車が入ってきてるかどうか確認するために、ちょっと左に寄ろうと思ったら左のミラーを必ず見る。はい、止まります。止まって、で右左をぼーっと見ときましょう。でここはもう休憩しちゃっていいです。よし、左曲がりますよ。左曲がるときはちゃんと目視する。どうしてかというと、ミラーに映んないところもあるから。はい、で左に寄りながら、左のミラー見ながら寄っていって、ここで曲がるわけですけど、ぐーっと曲がんない。ちょっとまっすぐ行って、中開けながらぐーっと切って、左のミラー見ながら横断歩道確認して曲がる。どうしてかということを他の場所を例にとってご紹介しましょう。はい、左折です。左曲がるときは左側から単車オートバイ、それからあと自転車歩行者来るんですけれども、ここのところをミラーをずっと長く見れるように、西沢の場合は左折はちょっと大回りにしてます。そうすると、ミラーに映ってる時間が長くなるから、
ミラーに映ってない時間というのが一番危ない。この人がちゃんと見てるかどうか分かんないね。なのでちょっと用心する、全部用心するんです。結局あの用心してない人とぶつかっちゃった時に用心してた方が悪くなります。用心が足りなかっただけになっちゃいますからね。はい、止まれです、止まれで、ミラーを当然見ます。右折です、ミラーを見ます、ゆっくり出ます、右と左見ます。順番的には右からです。どうしてかっていうと、右側から車来るから先に、左側通行なんでね、順番もちゃんと自分で、決めとくというか、習慣にしておいた方がいいです。はい、このタワーの前見る、はい、見てるだけじゃなくてアクセルを緩めることが大事ですね。アクセル踏んでるとすぐに止まんないんで、アクセルを緩めていればブレーキ踏めば止まります。そこのとこも大事。曲がるときはですね、前から車来たらもちろん曲がれないし、前がいなかったら曲がれるんですが、曲がった先がどうなっておくのか見とく。ここの歩道に人がいたら曲がったら鉢合わせになっちゃいますから、前から車来てなくても基本的には歩道に人がいたら僕は行かないようにしてます。途中で滞っちゃうのも嫌なんです。法律的には途中で滞って横向いて止まってても、いいんですよ。前の車は妨害してるわけじゃないから、後から来た車がね、そこのところでブレーキかけるわけでなんですが、そうは言ってもすごい勢いで来たらぶつからっちゃうじゃないですか。なのでリスクを減らすということで言ったら、先を見とく、先に全て合わせるっていうことですね。でこの後ちょっと高速入りましょう。さあここ大事ですよ、合流のところ。合流のところは大事です。どうしてかというと、合流が怖いっていう人が多いんですけれども、それは見えないところに突っ込んでるからですよね。でまず、十分にスピードを上げて合流の準備、はい、右のミラー見ました。そしてここの角度浅く、ここの角度浅くじゃないと、さっきも言った通りミラーで見えない時間が増えちゃうから。でここでね、やっぱり高速道路で必要なことっていうのが、ちょっとリラックスすることなんですよ。怖いなと思ってると手がこうなんかこう力が入っちゃってうまく動かないとか、そういうことにもつながるんで、できれば先に椅子を1個後ろにね、戻しておく、広く取っておく。高速道路は一般道よりもちょっと楽な姿勢で大丈夫です。さあまた合流です。ここの合流がね、結構際どい合流なんですよ。右に曲がっていて左の方から車が来るというね、非常に見づらい状況で、これこそ浅く入ることによって左側のミラーを長く映すことができます。やってみましょう。ここでほらみんなあそこの方に寄ってっちゃうでしょ。みんなこっから合流早くしたくて焦っちゃうんですけど、そうじゃなくてここまっすぐ行きます。そうすると左のミラーにいっぱい見えてる、でハンドルとかいっぱいギュッと切らないから楽に合流できましたね。後ろの車も半分ぐらい車が車線に入ってきて、でそっから徐々に入ってくるんで、間隔開けやすいんですよ。目線、これが一番大事なんですね。で車を乗ってる時はいろんなところを目で見て確認してます。この目の確認というのが習慣づくとすごく簡単になってくるんですけど、最初はね億劫で面倒くさくってすぐ忘れちゃうし、疲れてくるとやりたくなくなるしというところで、これを繰り返すことによって習慣づけましょう。あんまりうまく運転できないとか久しぶりだとか、もうペーパードライバーなんだけどコロナになってからやっぱり車乗ろうかなと思ってとか、そういう方々にぜひ見ていただきたい動画でございます。まあ見てもらっていろんなことをね、自分なりに解釈して吸収していただけたら幸いでございます。ピストン西澤のチャンネルは車が好きなので車のやつもたくさんやってますんで、ぜひとも、よかったら登録お願いいたします。安全運転で登録してね、登録してね。